マイクロソフトメッセンジャー 4Mac はインスタントメッセンジャーアプリケーションの一つで MacOS 点で動作するアプリケーションである。MSN メッセンジャーの後継のソフトウェアであり、開発は米国マイクロソフトの一部門であるマッキントッシュビジネスユニットが行っていた。後継ソフトは Skype である。以前開発されていた MSN メッセンジャーは Windows、MacOS とも 同じ名称のアプリケーションであったが、バージョン5.0より、クラシック MacOS 向けはこの名称に変更された。Windows 向けの Windows Live Messenger 並びに、以前の MSN Messenger とは、インスタントメッセージの交換に関して、互換性がある。以前は、ウェブカメラやマイクを使った、オーディオ、ビデオ会話を行うことができないなど、Windows 版の Windows Live Messenger と比べると、 機能面で劣っている点が多かったが、バージョン8.0からは、オーディオ、ビデオ会話も可能になった。最終バージョンは、マイクロソフトメッセンジャー r m a c 8.0 2である。2013年4月にメッセンジャーサービスは廃止され、これ以降は、マイクロソフトに買収された s k y p e for m a c に移行されており、起動は可能だが、ログインできなくなっている。ただし Skype が利用できない。 Mac OS 10より前の Mac OS ではメッセンジャーが利用可能となっている。Mac OS のバージョンによって使える MSN メッセンジャー、Microsoft メッセンジャーのバージョンが違う。古いバージョンは古い Mac OS を使用している場合のみ使用可能で、例えば Mac OS 10.3 10. 以降の Mac OS 10でバージョン4.01を使用してサインインしようとすると、 バージョンのアップグレードを促される。一部のバージョンのマイクロソフトメッセンジャーは、インスタントメッセージのやり取りをしている最中に、接続が切れてしまったり、サインインができないことがあるなどの問題が発生する場合があり、互換ソフトウェアが多く存在した。主なものとして、ジウム、プロテウス、ファイア、アムズンなどが挙げられる。ありがとうございます。